ピアノ五重奏曲へ、艦長は、セザール・フランクが1878年から1879年にかけて作曲したピアノ五重奏曲。フランクは、ビルトゥオー・ゾ・ピアニストとして、キャリアをスタートさせた。創作の初期には、ピアノ三重奏曲集を作曲するなど、室内楽曲も手掛けた彼であったが、サント・クロチルド聖堂のオルガニストに就任してからの、 中期にはこのジャンルから遠ざかっていた。1874年に、ワーグナーのトリスタンとイゾルデに触発されたフランクは旺盛な作曲意欲を見せる後期に入る。ここで彼は30年以上の空白期間を経て、再び室内学の分野に舞い戻り、バイオリン・ソナタや弦楽四重奏曲などの傑作を生み出した。そうした一連の室内楽曲創作の火を切ることになったのが、 このピアノ五重奏曲である。フランクの後期作品は緊密な循環形式の仕様によって特徴を付けられる。後期でも早い段階で書かれたこのピアノ五重奏曲においてその特徴はすでに現れており、冒頭に提示されるモチーフによって全曲の有機的統一が図られている。フランクは循環形式を基本に据えた作品を作り続け、1888年の 公共曲に単調はそうした楽曲の最たるものとして名高い。初演は1880年1月17日に国民音楽協会で行われた。演奏はマルシック四重奏団とサン・サーンスのピアノであった。フランクはサン・サーンスへ曲を検定しようとしたが、サン・サーンスは曲の内容にひどく不満を持ったらしく、演奏が終わると、検事の書かれた 自筆譜を残してそのまま舞台を後にしてしまった。出版はアメル社から行われ、ダンディは1906年には、この番が主流であったと伝えている。その後、ライプツヒのペータース社からも楽譜が刊行された。この曲の作曲にあたって、フランクと彼の門弟の一人である、オーギュスタ・オルメストの不定が影響したという説もある。約40分モルトモデラーとクアジレント4、4拍子へ、 単調自由なそなた形式。弦楽器がフォルテッシモで示す助奏で開始する。この助奏でバイオリンが奏でるリズムは、この午前曲を支配する重要な役割を果たす。これに対して、ピアノが応答主題で答えることで、44小節にわたる、比較的長大な助奏が形成される。フレイ1主部のアレグロとなって、フレイ1に由来する。 1> 第1主題を弦楽合奏とピアノが交互に奏する。フレーに続く第2主題は第2の循環主題となる重要なものだが、この学章中ではさらに続いてピアノに出される副主題の存在感が大きい。フレー3フレー4展開部は第1主題がピアノの低音で扱われて開始する。以降、提示されたあらゆる要素が混然一体となり、 巧みな展開が行われる。途中、クレッシェンドして、弦楽合奏が2回にわたり、清掃で、フレイ1の助奏を、ホルテッシッシモで出すが、いずれもフレイ4による、穏やかな応答がなされる。その後、主題の再現を遮る2度の印象的な全球詞を、経て、ピアニッシッシモで、第一主題が回帰する。第二主題が再現されると直ちに静まり、 助走でのピアノのオートークが顔を出す。平野はこの部分からを再現部としながらも曲がさらなる発展を見せることを指摘している。主にフレー4を用いて次々に音量と速度を増していき、頂点で元のテンポに戻って第一主題が全楽器のユニゾンでそうされる。その後、急速に音量を落としてフレー2のリズムの余韻の中に楽勝を終える。レントコンモルトセンティメント12。 八拍子単調弱音でのピアノの和音の伴奏に乗り、バイオリンがフレー語の主題を奏して開始する。この主題は循環主題であるフレー2から生成されたものであり、さらにフレー3もしくはフレー4を素在とするフレーズが続く。後半のフレーズは、後のバイオリンそなたの循環主題を想起させるような表情を持つ。フレー語第1バイオリンが引き続きフレー語の延長を、 そうする中、低弦パートは16分音符に特徴を付けられる副主題を出す。フレー六これは修学章へと引き継がれるため、第3の循環主題と言えるものである。しばらく、これら2つの主題とピアノの半音階的な動きが組み合わされて進められるが、変に蝶々となると、ピアノがアルペジオに乗って高音でフレー2の変化型を示す。その後には、 フレー4の小玉も聞こえる。元のテンポに戻ると、伴奏音系と旋律が共に、重層的な扱いとなって、フレー5が再現される。これ以降は、主要主題が奏でられながら落ち着いていくが、最後には再びピアノに、フレー2の変化型が現れて、異端調の響きで静かに終わる。アレグロノントロッポマコンフォーコさん、4拍子へ、蝶々、第2バイオリンが、 トレモロ音形を独奏で奏でて、焦燥感に満ちた助奏を開始する。調整が不確かなまま進行する、この助奏の間に、第一主題が暗示されている。マエストーソとなると、ようやく主題の全貌が明らかになる。ここでのピアノの伴奏音形は、技巧的に書かれている。フレー7第2楽章同様ピアノの高音部に、フレー2の変化型が現れた後、 かねてからリズムがほのめかされていたフレー録の第三循環主題が弦楽器のトレモロの上にピアノによって出され、この楽章の主要主題となる。以降展開に移り、主として第一主題が扱われるものの、循環主題群も顔を出し、ホルテッシシモの頂点ではフレー録が重厚にそうされる。行き着く間もなく再現部へと突入し、両主題が再現される。 フレイ4が再度現れてからは勢いを落とすことなく、そのまま迫力を保って、コーダを結び、全曲の幕を閉じる。注釈出典。ありがとうございます。